ピカチュウ君、君は今から僕の上司だぞ。探偵の仕事の基本は聞き込みのと。今から僕が聞き込みのお手本を見せるのと。サトシが電気セットをなくした？うちでも学校でもどこでもいいから情報があったら教えてほしいのと。ああ、確か昨日の昼休み、サトシとカキが Z 技の練習をしているのを見かけたのが最後かな。モクロと一緒に練習してたからノーマル Z を使ってたはず。となると電気 Z はその練習中に校庭のどこかに落としたか。校庭ピッ。ポケモンスクールの校庭は広すぎろと。この中から小さな電気 Z を探し当てる確率は 0.000002%。 ねえコアラ、サトシのデッドクリスタル見かけなかったのと。質問に答えてほしいのと。よく考えたら常に寝ているね、コアラがデッドクリスタルを目撃している。わけがないのと。やめて、この電気ネズミの音が。どこにもないロト。ペガ？お、見つけたロト？ペガベガ？ビーガ。わあ、君は完璧な女子だよ、ピカチュウ君。ペガ？ピカチュウ。お、その写真は？おお、あなた。昨日アローラテレビのカメラマンが来て撮ってくれたんだよ。ピカ！来年のポケモンパンケーキレースのポスターに使うらしい。よく撮れてるのと。カメラマンの腕がいいのと。来年も優勝を狙って頑張るロコン。うまいぞロコン。もう一度頑張るロコン。頑張るロコン。ピカ？ロコンの名前がポケモンギャグに入っていたら泣くように稽古中なんだよ。稽古って？あれ、昨日のカメラマンにはお受けでロコンのビデオまで撮っていったガーメイル。ビデオ？ビデオに撮ったのはロコンだけだと？いやいや、ポケモンスクールのやつもいろいろ撮っていたぞ。特に Z 技の練習をしていたサトシとカゲには驚いていたな。それだろと。解決率 100%、 アローラ探偵ロトムの推理に外れなし。ピカチュウ君、アローラテレビに急ぐなと。